阪神ファン終了。今年も満塁に苦しみそう。 OP 戦再開確定か。負けた。リリーフ不安で改めて露呈したな。といつかやぞ。なんとかしれ。まあオープン戦やから見せ場まで持っていって面白かったよ。最後盛り上がったのでよし。まあしゃあない。また来週。まあ公式戦ではこんな系統しないから実質が決まる。森下はコンディション微妙だししょうがないな。最後は状態確かめさせるために出したかな。今日の収穫は島本と石井は要塞長整ってとこやな。まあ最後盛り上がったからええわ。しばらくは苦しい試合続きそうやな。巨人と同じ時間に仲良く負けたな。オープン戦再開から優勝ってあったかな。調べてこよう。糸わらとみえちゃんボト起こしたし、原口も打ったし、代打陣の調整完了や。ここで特製霊カード発動。まあ岡田も選手の見極めできたんとちゃう。新戦力もいてるしそれなりに楽しみやん。ご視聴ありがとうございました。